私の町では昭和価格が当たり前なのよ。番組初登場、蟹江町。価格が昭和で止まっているという噂のお店、味覚堂。レトロな外観も昭和で時が止まっているかのよう。中に入ってみると。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。昭和51年から続くお店では、昔ながらの鉄板スタイルで名物のお好み焼きや焼きそばが楽しめるよう。私も何十年ってお好み焼いとったけど、ここは一番美味しかったから。そうなんですか。あの、引退したで。あ、いや、お好み自体生地も美味しいし、うん、私よりも美味しい。ちなみに今日何個買った。今日はね、少ない7枚。あれば、あの、あるだけ買ってくんだけど、お昼時間だから全部持ってくと悪いからちょっと遠慮してた。なるほど、遠慮してお好み焼き7枚にした。そうそうそう。よくここのお店は来るの。そう、美味しいもん。美味しいだけだけだけだっちゃうよ。よくこちらにいらっしゃるんですか。ほとんど来てる。ほとんど、ほとんどって言えば週に何回。4回。週4。結構こちらにはいらっしゃるんですか。週に1回かな。ちょっと僕遠いんで、三重の松坂なんで。車で2時間片道。美味しいしね、うんうん、なんか昔からの味がする、うん、昭和の人間だからさ。この味が好きで、うん、いつぐらいからこちらにはいらっしゃってるの。いや、僕がもう中学校2年生か1年生ぐらいから来てます。もう35、6年前ぐらいなんですか。35、6、7、8年か。昔から値段って、はい、いや、変わってないですね、はい、なんと創業当時から味も価格も変わらないという。見て見て、これ200円だよ。な、200円だよね、違うだけ。親子丼にサラダ、煮物、お味噌汁付きで200円かと思ったら。ありがとう、はい、いただきます。見て、これで200円。これで200円。食べきれ。焼きそばまでついて驚きの200円。破格の値段でしょ。ありえない金額ですよね。知らずに入れば困惑するのが当たり前。ランチ、ランチ200円。200円。やっぱこれはのリピートせな。そうですね。日替わりのランチメニュープラス、お好み焼きか焼きそばがついて200円。あまりの安さに。こんな安いとこね、やった。野菜食えんよ、ほら、ここで食ったら。安すぎるから、本当。この物価高には本当に助かって助かって。ここがなくなったらもう路頭に迷うかもしれません。本当に。じゃあ、お好み焼きを単品で頼むとおいくら？このお好み焼きはいくら？300円。大量のキャベツにたっぷりの具材、もちろんお肉も入ってます。どこをどう見てもちゃんとしたお好み焼きなのに、値段はたったの100円。ならば味はどうなのか。どう、100円のお好み焼き。なんかお肉がたっぷりあって美味しいです。ここ何回か来てる。いや、今日初めてです。今日初めてなんだ。はい、来てよかった。はい、安くて。これはね、
金欠だったんで。もう一つの名物、焼きそばの価格は今日は焼きそば3つですか。はい、これでいくらなんですか。これ300円です。はい、イカや豚肉など具材どっさり、食べ応え抜群のもっちり太麺、こちらも100円。祭りの縁日なら500、600円は当たり前にしそうだが、味覚堂にはさらなる激安メニューが。たこ焼き、たこ焼き、これ50円。え、50円、これ50円なんですか。50円。行くとこ行けば10倍はしますよ。ちゃんとタコも入って50円。さらに今日はたい焼きとワッフルとか団子とかを買いに来ました。スイーツも激安、みたらし一本50円に手作りワッフルは40円。安心してください、中にはあんこがぎっしり。たい焼きは1匹30円、こっちには白あんがぎっしり。夏休み始まってから結構起きる、暇だったら行くみたいな感じ。ここで味覚堂のメニュー表を大公開。すべてのメニューが200円以下という攻めすぎた価格。どれもこれもありえない。私の味方ですよ、庶民のね、助かります。このお値段で提供していただけてありがたいとしか思わないじゃないですか。でまずいかって言ったら美味しいですし、救世主みたいなお店です。このままね、儲からんでも頑張っとるんだ。儲からんけど頑張っとってくれるって。ありがとう。店主の佐藤しめ子さん74歳、長年変わらぬ美味しさを変わらぬ価格で提供する、まさに蟹江町の救世主。時には氷をサービスしてあげるで、持ってていいわ、一番下。赤かバナリードルミーは持ってて。え、かき氷あげるんですか。あの、大したもんじゃないでな、まだ。ありがとうございます。え、なんでだろうな。救世主のサービスはこれだけでは終わらない。でまたこれご飯食べ終わった後でもなんかコーヒーとか紅茶自由に作って飲めるんで、そうアイスコーヒーこれも無料です。コーヒーや紅茶もサービス。さらにこれ出てきた。エビせんべいの里だ。そして極め付きは、すごい。この焼きそばどうしますか。今サービスになりました。サービス、まだ腹減っとるから。焼きそばあげちゃったんですか。育ち盛りの子供には焼きそばもサービス。けどなぜこの安さでサービスまでできちゃうの。高校生がここへ食べに来て、その子がね一番行っとるもんで、毎週1回ぐらいはねトマトとかね、あのこの間はねネギとかいろいろ持っていてくれる。これキャベツ持ってきてくれて、ブツブツ交換なんだけど、ほらこれみんな、うわいいトマトですね、今いた、市場からくれるんだよ。さっき持って行って書いてたけど、ほら多分桃だわ。わーすごっ。でしょ。あれはお金でも払ってる。お金払ってないです。
学生時代からの常連さんが野菜を提供。そのお礼に焼きそばやお好み焼きを。善意のやり取りが安さを支えています。ギリギリだね、うん、前みたいにやっぱり物も安くないから、うん、何かのやりやすい時代だったよね。40年以上前はタコもさ、一塊500円ぐらいで買えてきた。でイカも30匹がさ、1000円で買えて、今イカ1匹700円。値段を上げようと思ったことはないんですか？今んとこないね。なぜ令和の時代に昭和価格を続けるのか。おばさんはね、学生さんは好きなの。わかる？昔から学生相手でやった店だから、学生さんは好きなの。だから50円か100円もらって買い物ができるところがないもんで、ほんで始めたやつが、それがきっかけだもので、うん、学生がお小遣いでお腹いっぱいに。それを続けることをおよそ50年。私は高校生の頃に行ったことがあって、非常に懐かしくて、子供も同じような体験をしてもらいたいなというのもあります。物価の上昇とともにお客さんの年齢も上昇。物心ついた時からここがあって、ね、昔からずっとそう、買いに来たりとかしました。今もうほんでまた子供がもう一人増えるもんね。今 4人になるもんね。今これが長女なんですけど。4人？ 4 人です。助かりますよ本当に。本当にお兄さんにとってこのお店ってちょっとなっぺを並ぶって。お金がないというかここで食べる十分だ。お母さん健康でいってもらうと。ありがとうね。で病気せよ。また来るわね。今となってはもうこの辺の人たちも生活を支えている存在になって。なんだかしらがね。